ここはまた別の場所か。色が変わった。南下メスも見えたな。それに文字も浮かんでいるな。セーブポイントが近いか。これだとさっきのところ右に行った方が。そこでここの名前がわかるかもしれないしな。あの光り方はそういうことだよね。沈没の制限って名前か。神の宮殿ではないんだな。まあこのまま下に進んでいこう。こっちにセーブポイントがあるかな。ようだな。まあこれで一安心。ボスからここまで一気に来たな。ついた押せて嬉しくなっちゃって。見た感じここはそれほど広くなかったな。それに南下敵もいない。でまずは右からか。ここは探索がメインになりそうだな。それだとイライラトラップがいっぱいありそう。今のところはないが。じゃ右のやつだ。こっちにも。なかなか面倒だな。マリオの最終ステージみたい。当たれば最初からか。タイミング見ていけってか。このずらし方。でこっちの方が面倒な。まあうまくすり抜けていけということだな。またここからか。今度はこっちに来たか。これで取れるでしょう。久しぶりに鎧来た。さすがに強くなるな。これだけ上がってくれるとほんと助かる。今度は下に抜けて。またあるし。意外に余裕はありそうだな。ただにすると戻されるのがストレス。こういうのが。まだここは難しくないだろう。そうだけど。で、やっぱ本体は反転あるか。ちょっと左の方を確認しよう。お、もしかして思ってたものか。違った。これはメガピンバンかな。そんな感じだな。この様子だともう生きてるのはささやきの森のだけっぽいな。今のはいただけないな。今度は左から上がっていくよ。で隠し通路。ずっとこれだな。もう一度右にチャレンジしよう。行き止まりか。それでこの上にだな。まあショートカットかあいつだけでもよくとするか。でさっきの赤い光は左からだ。また行くしかないな。敵が出ない分気楽ではあるけど。ここは上を通らないと。ここやらしい。あの隙間に入れってことだろう。その後上にか。でミスった。単独でダッシュ入れたか。であそこはスライディングだな。面倒な。これでMP の花。
まあ回収しておいて損はないぞ。また来るのも面倒だからそうだけどさ。じゃあさっきの隠し通路の方に行こうか。手終わりじゃん。じゃあ少し戻らないとな。この下の部分か。ここは下だな。ほんとこれが続くな。またあるし。手面倒だな。で、地道にやるしかないな。これだと左に向けてその後下をくぐってって感じか。そうなりそうだな。スライディングいける？ダメなようだな。もう、ほんと面倒。どうせなら左から行けばよかったもの。扉もあるぞ。で、進めないじゃん。となると右に行くしかないな。また戻るのか。じゃあ右に挑戦しよう。ここはタイミングが違うんだな。これだけ離れてればあんまり関係ないけどね。と危な。宝箱。これは少し工夫が必要だな。これは余裕でしょ。頭装備じゃないな。となるとアクセサリーか。サブがかなり強くなりそうだな。これもありな気がするな。まあここでは敵が出ないからあまり意味ないが、とりあえずまあ使ってみるのもありだな。じゃあ改めて進んでいかないと。耐えるしかない。少し慣れてきたよ。手にぎは何か建物？機械装置なんかが見えるな。ただのオブジェか。じゃあエレベーターだな。ずいぶん深いな。意識研究員がまさか神の宮殿に通じていたなんて。神の宮殿か。こんな場所に大層な名前までつけて。確か神はここで庭園を作り出したのよね。確かどころか真実さ。ルカはここで庭園の最初の生命体を作って庭園全体を水で覆ったんだ。話が見えない。新しい名前も出てきたな。まあそれもおいおいわかるかな。それぐらいの気持ちでいた方が楽だな。上はここまで。しかしここにも敵はいなさそうだな。それはそれで少し寂しいね。いまいち。右はだいたい探し終わったか。多分ね。どこの装置は？はあ、この施設前に来た時より洗練されてるな。人間があの子猫たちから知識を盗んだ甲斐もあったわけか。この施設一体何の研究を？ろくなことじゃないのは確かだな。
これでもイベント起きないか。そういや神の宮殿のゆりかごを探しに来たんだった。忘れてたよ。とりあえずこの上を埋めてこよう。これはもしかしてさっきの扉のものかも。神の宮殿の鍵ってあったしね。まだ上があるか。はい、以上のようだな。じゃあ一番下まで降りて、さっき行かなかった方に進もう。そこでイベントがあるかもな。変わった。イフ、何か聞こえない？巨大な石碑が私に何か語りかけている気が。すごいじゃないか、ライネちゃん。石碑のささやきを感じ取れる人間は稀だぞ。ルカの庭園創造のアイディアもこの謎のささやきから生まれたらしいぜ。石碑のささやき、ここでこれか。回数が増えてくれるのはありがたい。行き止まりだけど。向こうの巨大な心臓、どうやら祭壇みたいだけど、ここは通れそうにないわ。ゆりかごの中心はあそこにあるはずだ。ここからまたあの扉に向かうことになるな。さっき取った鍵でちゃんと進めればいいけど。とりあえず向かおう。ようやくここまで来たよ。ご苦労さん。どうやら無事通れそうだな。今度はゆりかごまでちゃんと行けるかか。このエレベーターで一気に行けそうだけど。降りてみるしかないな。こっちの通路、かなり昔のものみたい。昔の人間が無理やり掘り出したんだろうな。桟橋がボロボロだ。最初の生命体の気配を感じる。ゆりかごはこの下にあるみたいだ。まだ下があるの？いや、おそらくここのことだろう。さすがにそうだよね。セーブポイント、転移できる方か。ということは何か起きそうだね。どうした、進まないのか。上の方になんかないかと思って。ここまでのところに乗れる足場とかもなかったろ。念のためだよ。どうやらこの下のようだな。これがゆりかごかな。まずは調べよう。選ばれし器よ、お前は運命に背いた。私はガイダー、お前を正しき運命に導こう。これって変なやつだぞ。気をつけろ、ライネ。戦闘になりそうだな。道の腹に火薬みたい。こんな感じだな。いきなり撃ってきた。パターンの把握から始めないと。で、かなりきつい。危な、これはくぐって。よく覚えていた。というか小さくなってるんですけど。ほんと一撃が重いな。一つ前のボスの第二形態ぐらいある。もしかするとそれ以上かも。また引っかかってしまった。ちょっとまたかなり強いな。ここ進むしかないよね。まあ目的地がここだからな。おとなしく再戦に行くか。その前に少しでも強化を。そういえばレベルも60になっていたな。少しはいけるでしょう。
他はない感じか。この辺攻撃力上げるだけでももうポイントもなくなってきたな。まあそれでもあいつを倒さなきゃ。じゃあ再戦行くぞ。とその前に武器はやっぱり変えよう。剣だときついか。やっぱり位置が鎌に。まあ慣れたものを使う方がいいだろうな。ついでに強化もしとくよ。一番上のも。これは初めてだな。使わないともったいないしね。じゃあ改めて今度は違う選択肢。ここが始まりのゆりかごだ。最初の生命体の気配に満ちてる。さっき襲ってきたやつがまた来るかもしれない。気をつけよう。うん、もう思い通りにはさせない。ライネちゃん準備はいい？儀式を始めたらもう中断できないぞ。でここに選択した。あれ、結界の儀式の波動がもう一つあるぞ。選ばれし器よ、待っていた。私はガイダー、お前を正しき運命に導こう。うわ、やっぱりあいつだ。しかしお前には失望した。しかし約束の時は来た。私の導きのもと、お前はついに完全なる存在となる。なんか展開変わると思ったら結局戦闘になった。まあ今度はもう少し頑張ってみるよ。これはさすがに読めるよ。問題はこの次。ダメだったか。逃げれそうではあるんだけどな。確かに行けそうだな。移動がそんなに速くないし。問題はこれか。ワープして次に出てくるタイミングをどう判断するか。これも嫌だけど。攻撃を重ねてきたね。やっぱきつい。こういうのは楽なんだけど。どこから？うまくかわせた。でも早く取ってそこまでいけてない。なんだ。もう強化が入ったか。でなんで私斜めに来たか。いやいや、効果でいいでしょ。どこかにランチがあるかもしれない。本当にこれやれるのかな。やばい。やっぱ全然ダメだ。ちょっと気分転換してこよう。どうするんだ。イアスタンリーのところに。追放の町に行くのか。もしかしたら強くなれるかもしれないし。もうすぐスタンリーのところ。っていきなり見えなくなった。そういや、スターエメージを付け替えてなかった。まあ、だからいいもんだ。そういうのも気をつけないとな。さて、強くなれるかな。ここでは無理だろう。いらっしゃいませ。今日はどんな珍しいものをお探しですか。フクロウは腹ペコ。うん、久しぶりに聞きますね。これはあの引きこもりが外に出るチャンスというわけか。さあ、事情が分かったなら早く物を出せ。どうぞ。これがあのメモにあった最も貴重な材料です。入手には苦労しましたよ。この時をどれほど待ちわびたか。とお客様、とても高価なものですが、お支払いのご用意は？おい、レヴィンのお使いなのになんで俺たちが払うんだ。それに材料は4つのはずだ。1つしかないぞ。お使い
これは歴史とした取引です。私は損になる商売はしませんので。はあ、あいつは全部あんたが何とかするって言ってたのに。お望みの材料は危険を冒してやっと手に入れたものばかりです。ご覧の通り、僕はただのか弱き骨董商、多大な犠牲を払って探し出したのです。大爆発後の庭園は昔よりずっと危険でした。あの時彼がこうなるとは思ってもみませんでしたし、僕には戦う力がありません。そもそも戦いに興味もありませんが。死ぬのが怖いだけじゃないか。はあ、やっぱ俺たちで何とかするから、他の材料がどこにあるか教えてくれ。気前のいいお客様は好きですよ。ありがとうございます。ん、自分で詰めないといけないの？これはさっき言っていた一つじゃないか。確かに前までなかったよね。出残りがこれってことは、さすがに違うと思うがな。まあこれも違うよね。さっき材料の場所の情報をもらってなかったか。それってミッションの内容を確認すればいいのかな。これかな。4つの材料についての名前は分かりそうだな。でもこれじゃどこに何があるか。少なくとも3つは今手元にあるようだ。じゃあ残りはこの天空の羽ってやつ。そういうことだな。ただこれをどこで手に入れればいいかわからないじゃん。まあそのうち手に入るのかもな。そんな行き上がりばったりで見つけられるのかな。まあ最悪他の人の攻略動画なんかを見るのもありだな。それもな。まあ頑張って探そう。でこの後どうするんだ。強くなれる要素なかったし、やっぱりあのボスを何とかしよう。戻るんだな。ということで戻ってきた。この後行くのか。いや、研究してからにするよ。まあその方がいいだろうな。